1977年の北見あよい駅と周囲約500メートル範囲。上が、美ホ方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成駅名標北見あよい駅は、北海道網走郡津別町総省にあった、日本国有鉄道あよい線の駅で、同線の終着駅である。電報略号はキア。 愛イ線の廃線に伴い1985年4月1日に廃駅となった。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅で終端駅となっていた。職員廃地駅であった。他に木回し線などの側線をすぐ本有していた。ホームは線路の東側に存在し、平屋建ての木造駅舎が接していた。駅舎の南側部分には側線が一本入り。 切りかき器、ホームとなっていた。かつては給水タンクやターンテーブルも存在したが、路線廃止前に撤去されている。ホームには高山植物の小膜さが植えられていた。当駅の所在する地名に、季節の大気との混同を防止するため、旧国名の木見を付する。駅名の起源では、総称の由来について、この地を流れるヌプパマナイ側にはかつて、女、 男の二つの橋がかかっていたが、道路開墾にあたり、その中間に、あいおい橋という目標が課されたことに由来する、としている。周辺は、山のふもとに開けた、小さな集落である。旧駅構内はかつては、交通公園として整備されていたが、現在は、道の駅、あいおいが開設され、その施設に含まれている。現役当時に忠実に復元された駅舎があり、 ビデオホーンなどの備品や、プラットホーム、レール、駅名標、車庫、校内除雪車機703をはじめとした、鉄道車両などが保存展示されていたが、車庫は2018年11月の時点で、経年劣化により倒壊しており、立ち入りが制限されている。2016年から、駅舎は喫茶店としても利用されており、ホームの駅名標、案内板は塗り直され、 レプリカの新しい書体となっている。当初は、駅舎カフェくるみの森として営業されていたが、その後2018年には、くるみの森が移転し新たに、駅舎カフェホロカとして営業が再開されている。ありがとうございます。